モザンビークの音楽はこの国の文化にとって重要な位置を占めている。伝統音楽はバントゥーの特徴を持ち、主に北部ではアラブの影響を受け、通常は社会的な儀式に伴うために行われ、ダンスのバックオン、音楽グラウンドとしても使用される。モザンビークのポピュラー音楽は伝統音楽にルーツを持っているが、外国文化から導入されたリズムと、 テクノロジーが用いられることも多い。ポピュラーのジャンルの中でよく知られたものは、国土南部起源のマラベンタであり、ダンス音楽としてだけではなく、しばしば社会性が含まれた歌詞を持つ。ショペジンの伝統楽器ンビラは、2005年にユネスコによって人類無形遺産とみなされた。70年代にもアフリクシモーネのような人気歌手が存在した。 モザンビークの若者向け音楽のいくつかの音楽様式の中には、マラベンタ、ヒップホップ、パサーダ、R&B、ドズクータなどが挙げられる。国内で人気のあるアーティストは、アザガイア、MC ロジェール、ネーマ、ダマドブリング、デニー・オージー、エスタカ・ゼロ、グプロ、マエル、リー・ジャ・ジャメス、トリオ・ファン、イズロ・エイチ、ドリフタイベス、ドパス、エルミニオなどである。 ありがとうございます。